今回の怪談解釈は僕の実体験に基づいたお話になっております。皆さんも一度は興味のある幽体離脱という分野、その先を皆さんご存知でしょうか。個人的には幽体離脱について一つ自分なりの見解を持っているので、今日はそんな解釈を付け加えてお話ししたいと思います。幽体離脱のその先、霊視芸人なんていう言われ方をしていたりとか、心霊系のお仕事をしていると幽体離脱について聞かれることって結構あるんですよね。例えば視聴者の人から幽体離脱したことあるんですけれども、これって大丈夫ですかねとか、逆にね、幽体離脱してみたいんですけれども、どういうふうにやれば幽体離脱ってできるんですかねとか、そういうお話っていうのをいろんな方面からいろんな角度で聞かれることが多いんですよ。で、実際都市伝説業界でも幽体離脱をした人たちの実体験みたいなものを取り上げているチャンネルなんていうのも多々ありますよね。でも果たしてどうやってやるんだろうと。僕自身もですね、幽体離脱が別に霊感があるからできるわけではないんですよ。霊能力持ちの人がみんな幽体離脱ができるわけではなくって、多くの場合っていうのは奇跡的にそういう体験ができたっていうだけの話なんですよね。例えばですけれども、金縛り同様体が疲れていたりとか、意識と肉体っていうのに乖離が生まれて、外側に、自分の肉体よりさらに外側に意識が行ってしまったりとか、そういうことがあると幽体離脱という現象が起こるなんていうふうにも言われていますが、はっきりとどういう理由があるかっていうのは明言はされていないジャンルなのかなっていうふうに僕は思っています。なので、やり方というふうになると、どうしてもオカルト系の方面から調べていくしかないんですよね。で、そんな折ですね、かなり前のライブなんですけれども、スミさん、元トカナ編集長のスミユキコさんからですね、ある幽体離脱のやり方っていうのを教えてもらったんですよ。その時はライブでですね、ロフトで行っていたライブだったんですけれども、スミさんがまだ当時、おそらく今ほど世にドーンとフューチャーされてない時だったと思います。幽体離脱のやり方というのは、自分が寝る時に朝起きるまでを逆回転させて記憶を戻すことができるようになったら幽体離脱ができるようになると、そういうふうにおっしゃっていたんですよ。詳しく言うと、夜寝るじゃないですか。で、大体眠ってる最中に幽体離脱ってしますよね。その眠る前にですね、眠るまでの一日っていうのをずーっと頭の中で逆再生するらしいんですよ。で、できれば、これは厳密であれば厳密であるほどいいそうです。例えば道歩いてて電車降りて会社行くまでの間にちょっとつまずいちゃったとか、ああ、今日ジュースにしようかな、お茶にしようかなって自動販売機の前で、数秒迷ったりとか、そういう、ちょっとした出来事も全部入れて、完璧に巻き戻しができるようになっていくと、朝まで無事頭の中で逆戻りできれば幽体離脱ができるそうですっていうふうにおっしゃっていたんですよ。で、この話を聞いて僕はやってみようと思ったんですね。幽体離脱すっごい興味あったんですよ、当時。実際僕も空を飛んでみたいっていう願望がかなり強い方だったので、ポンと体から霊体が抜けれれば、街中をビュン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 飛んでいって気持ちいいだろうなーなんていうふうに思っていたので、どれぐらいでできるようになるもんですか、訓練するとっていうふうにその当時聞いたら、すみさんから、だいたい2、3ヶ月ぐらいはかかると思いますって言われたんですよ。で、これがですね、短くて2、3ヶ月だそうなんですね。それまでの間、毎晩毎晩やり続けないといけないっていうことだったんですよ。だいぶ時間かかりますよね。でも、どうしてもやってみたいと思って、わかりました、やってみます。ということで、僕もその日から、早速逆回転で眠るときに一日を振り返るようにしたんです。もちろん、一日目じゃ何にもできませんでした。それどころかね、その日の一日の細かい出来事なんか、マジで覚えてないです。逆再生しようと思っても、電車の中でどんなだったかなとか、隣にどんな人座ってたかなとか、情景一つ思い浮かべることだけでもかなり至難の技でした。でもね、一日の終わりにその逆再生する時間があるっていうふうなことが分かると、一つ一つの出来事を鮮明に覚えてようというふうに毎日意識するようになるんですよ。だからね、正直脳みそはすっごい疲れるんだけど、でも、だんだんと寝る前に、何かを思い返すことっていうのはできるようになっていくんですよね。よし、このまま続けていけばそのうち幽体離脱可能になるかもしれない。
そう思って努力し続けたんですよ。4ヶ月以上は経ちましたね。初めて幽体離脱できました。まあできたと言っても、正直に言ってしまえば、あれ夢だったのかな、それとも幽体離脱ができたのかなっていう、まあ境目が微妙なラインぐらいの幽体離脱です。でも個人的には自分の体を見下ろすことができたから、あれは幽体離脱ができたと言って過言ではないんじゃないかなっていうふうに自分では思っているんですよね。うん。で、これをこれから毎日繰り返していけば、徐々に幽体離脱可能になっていくんじゃないかなというふうに思って、一生懸命頑張り始めたんですよ。それからですね、日を追うごとに、徐々にですが、長時間鮮明に幽体離脱ができるようになったんです。ものすごく満足感があった反面、正直想像とは違いました。幽体離脱をした後に、まあ霊体になってビュンビュン飛び回って、まあ、好きなことができて、なおかつ遠くにも行けると、まあ、かなり自由度の高いものだと思って訓練していたんですが、実際やってみたところ、僕はそうでもなかったです。まあどんな感じだったかっていうのをお話しするとですね、宙には浮いてるんですよ。地面にはついてない。だけど、上下左右どこかに移動しようと思って、ふって飛び出そうとするんですけど、空を飛んだ経験がないので、ピューッと飛ぶっていうことは全く無理なんですよ。じゃあ歩こうってなるじゃないですか。でも地面に足がついているわけじゃないから、何を踏み代に歩けばいいかっていうのがよくわからないんですね。だからずーっと足を空振りしてるような状態なんですよ。って必死になって歩こうとしてるけど、全然前に進まない。だから結局体のそばから離れられないっていう、ものすごく息苦しい感じなんですよ。で、そのライブの時、スミさんに聞いたりとか、他の人、幽体離脱した人に聞くと、結構ビュンビュン飛び回って、体からぐーんと離れることができて、っていう話だったんで、それを期待してたんですけど、かなり僕の場合は違ったんですよね。悔しいと。でも聞いている話だと、空を飛べるみたいだから、そのうちできるんじゃないかと思って、それからも僕は毎日、もう一日をバーッと逆再生して、幽体離脱を試みたんですね。ある時、いつものようにふんと飛び出して自分の体を見下げることができた。よし、幽体離脱できている。もう意識ははっきりしてますよ。夢とごっちゃになってたりしてる感じでも全くないです。いつもと違ったのは、自分の目の前に女の子が現れたんですよ。全く知らない女の子、小学校の高学年ぐらいかなーっていう結構しっかりした女の子ですね。が現れて、走りたいって言われたんです。で、うん、走りたい。え、走らせてくれんの？私が引っ張ってあげる。そう言って、幽体離脱している僕の手をパッと取って、スーッと走り出してくれたんですよ。おー、これは気持ちいいぞっていう感じで、ぐんぐん前に進んでいったんです。そうだよ、俺これがやりたかったんだって思ったんですが、直感で、これやめた方がいいなって思ったんですよ。その当時、僕は田園調布の実家に住んでいたんですけれども、まあ田園調布って言うとお金持ちのイメージつくかもですが、全然です。普通にアパートにね、家族でお金出して住んでたんですけれども、そこから雪ヶ谷大塚までぐーんと幽体離脱をしていたんですけれども、これ戻った方がいいなって。一駅分以上離れちゃダメだ。そう思って、女の子の手をパッと離して、ごめん、戻るわって言った瞬間に、バーンと目が覚めたんですよ。ものすごい汗、そして体温の低さだったんです。僕、おそらく死にかけてました。これがあってから、二度と幽体離脱をすることはなくなったんですけれども、ただ、一度だけ眠りについた時、夢か現実かはわかりませんが、眠りの中にその僕の手を引っ張った女の子が出てきて、また走りたくなったら言って、そう一言言われました。あの経験をしてからね、なるほど。幽体離脱っていうのは文字通り半分死んでいるのと同じなんだと。であるならば、それに執着してしまうと、もうそれは肉体的な依存を失ってしまうってことなんだなって、深く、実感しちゃったんですよね。なのでそれからは自分の足が
地面を踏みしめられていることに毎日毎日喜びを感じてます。